あ、坂本ちゃん今日お風呂入ってきた？え、ちなみに入ってきた。昨日知らんじゃったね。昨日2回入ってんすなんで。え、なんか嫌かなと思って、今回この料理作るのも全部もともと手袋するんですけど、おうおう、手袋はめる手ですら2回洗った。え、そう、大丈夫だよ、そんな。本当ですか、うん、なんかね、人が作ったものって、でも人によってはね、潔癖じゃなくてもダメな人いるから。あ、なんかおにぎりとかよく言うね。そう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 、なんか人が握ったおにぎりが食べれないタイプか食べれるタイプか。そう、なんか必要かなと思ってしてきた。今日は聞こうと思って、そこまたお風呂入ってきたって、うん、入った入った。まあ入んないで来てもいいですけど。いやいやいや何今の反応。いやいやもう家入れないから。あー、ひどい。入ってこなきゃ、銭湯行かなきゃ。大丈夫、なんかうちさん、うん、あの玄関入ってすぐ空気清浄機があるの。もうそこに引っかかったらあのブーだから。でもあれじゃん、香水してたら引っかかるじゃん。あー、まあまあ、じゃあ香水していくわ次は。あ、でも確かに香水してたら分かんないね。分かんないね、どっちだろうみたいな、ね、なんか風呂入ってんのかごまかしてんのかみたいな。まあでもちょっと空気清浄機チェックでブーが入るんで。やだな。あ、そこでさん、あの、お風呂入ってから、うちで入れてよ、うちでお風呂入ってから入れてくれるんだ。でも入れる。もう準備しとくから、坂本さんセット全部綺麗になったら入ってきて OK。 あー、なるほどね、うん、あー、でもよかった、じゃあちょっとちゃんと配慮してよかった。よっしゃ、こちらのレジどうぞ。27番くださいペンカーン。